シミュレーション仮説について考えをくさせてください。シミュレーション仮説がその全てのものはシミュレーションである。その要はあの地球があってその周りをこうあの太陽があってその周りを地球が回ってるみたいなのもあるんだけど、そういうふうに見えるようにシミュレーションを作っているんで、本来は全部コンピューター上の中で成立するんですよっていう話で、目の前に起きているもの、見えるものというのは全て仕組まれたプログラムで、あの要はあの人間の脳って、まあ、自分の目で見ているものが目の前にあると思ってるんだけど、それは脳が作り上げた映像イメージなわけじゃないですか。なので、あの、まあ、あの、薬とかでこう、脳をちょっといじくると幻覚が見えたりするんですけど、そんな感じでその脳が何を見せるかって決まってるので、実はその、じゃあそういう風に見えるっていうのを脳にそういう風に刺激を与えればいいっていうので、あの、マトリックスっていう映画があるんですけど、それはその人間が電池みたいになってて、で、その生活をしてるような気がしてるんだけど、それって全て幻想で見せられてるものだよね、みたいなのがあるんですけど。で、そうマトリックスの理論ね。でね、これはね、あのね、理論上ね、シミュレーション仮説ではないという証明がすごく難しくて、一応その昔の哲学者の人でそのシミュレーションじゃないっていうのを言い張った人っていうのがデカルトさんっていうのがいて、その自分は考える足であるって、足ってあの、ね、草ね、あの川に生えてるような、要はそのシミュレーションの仮説の中で全て存在しないという定義の中で考えたときに、でもあれ俺ってでもそれにシミュレーションってないんじゃねってずっと、あ、我思う家に我あるだ、パスカルだった、ごめんな。コギトーエルゴスムだっけっていうので、その要は自分がここにいるって考えるっていうことはそのシミュレーションじゃなくてそれについて考えてるんだから、そのシミュレーションではなくてあくまで自分自身自己があるんじゃないかっていうのをパスカルなんか言ったの、ごめんね、あのいろいろグダグダになってて。というわけで、そのシミュレーション仮説はその反論をすることが理論上不可能なので、あと宗師っていう中国の偉いおじさんがいて、そのあの夢を見てる時にその芋虫になって蝶々になって、で最後カマキリに食われるのかなっていう夢を見て、あの目覚めるんだけど、でその時にその宗師さんがふと気づいたんだけど、あれひょっとして俺ってその宗師の俺が蝶の夢を見てるんじゃなくて、蝶が宗師の夢見てるんじゃねっていう風に思い始めて混乱したっていうのもあって、あの世界中の哲学者が辿る道なんですよ、シミュレーション仮説って。そう、インセプションも似たような映画ですよね。だからそういう、あ、そう、いろんな、そう、あの、同じテーマの映画いっぱいあるんですよ。で、こういうテーマの中で僕が一番好きなのが、あの、ジム・キャリーが出てる、ジム・キャリーが、その、月の中で人工的に作られた世界の中で、子供の頃からずっと生中継、はい、トゥルーマンショー、それ。あの、それは子供、生まれた時からずっと周りにカメラがいて、その周りの友達とか親とか、恋人が全部役者っていうところで、自分の人生がどう展開していくかもずっと生放送されるっていう、そのコメディ映画のように見せかけて、そのシミュレーション仮説でありながら、最後の最後に大逆転、大逆転でもないんだけど、最後の最後にそのなんかね、まああるんですよ。あれ僕割とおすすめトップ映画100に入るんですけど、それエド・ハリスがディレクター役のね。十数年ぶりに映画マトリックスを見ました。あのような仮想現実が現実味を帯びてきている気がしなくもないんですが、仮想現実で生活する意味はいつか来るのでしょうか。そうなったらひろきさん仮想現実に引っ越しますか。あのマトリックスはその人間の意志の力というのが実はエネルギーに変わるっていうので、人間を電池として扱うっていう、あの割とヒューマニズムあふれる映画で、あの残念ながら人間ってそこまで価値ないのですよ。なのであんなことまでして人間を養殖するロボットというのは多分いないと思うので、残念ながらあそこまでこうロボットが人間を養殖してくれるような優しい環境にはならないと思います。ただあの仮想現実の中で生きるっていうのは割と30年以内に出るんじゃないですかね。まあその今僕その画面の中で皆さんについて喋りかけてると思うんですけど、で多分そのリモートワークで働く人ってその画面の中の人と会話して、じゃあ趣味でその画面の中のもの、映画見るとかでもゲームでもいいんですけどっていうので、その画面を見ているだけで生活するっていうのが当たり前の状態になって、で今まあモニターというのを使ってるんですけど、そのうちあのその網膜に直接投射した方が解像度が上がるし電力消費も少ないし安いよねっていうのになるので、その網膜透明
網膜透過ディスプレイみたいなの研究って結構進んでいて、その要はこれが1920×1080 ドット の画面なんですけど、でもそれって直接網膜に変えちゃえば解像度いくらでも高くできるのと、あとそのモニターってその要はこれだけのサイズがあるのでちょっとずつ変化させるのって、まあ物理的な距離があるんですけど、その目の網膜に合わせるだけだったらほとんど動かさなくても焦点が変えられるので、なのでこっちの方がその反応速度速くなるよねっていうのもあったりするので、なのでその網膜に直接映すようになるよってなると、モニター見てます、網膜に直接映せるようになりました、なので動く必要ほとんどないよねっていう状況になる可能性があるんですよね。で味覚というか味を伝えることっていうのは技術上もう可能なんですよね。味を伝えることと匂いを伝えること、要はその味って辛酸甘苦重みたいに言われてて、そのそこのなんか甘みが出るペーストと辛みの出るペーストみたいなのが、その5種類出てくるチューブがくっついた機械にを舌につけて、でそのインターネット越しでじゃあステーキの味ってなると、そこの機械がステーキの味を再現して舌の上でステーキの味を再現する。で匂いも同じような形でその香料を自動で調節して出すっていうのをやるとステーキの匂いがする。でじゃあその1分後にそれをスイカに変えるとかっていうのも技術的にはもう可能なんです。美味しいものを食べたいっていうのも、その味を味わうっていうのとその風味を感じるというのはもう技術的には可能なんですよ。なのであと残ってるのは食感とかなんですよね。まあ、その噛んでる感触とかその飲み込む感触とかっていうのは、まあ、それはその実物をやらなきゃいけないので、多分そのステーキの感触食感のある何かっていうのと、その美味しいステーキの味っていうのをくっつけて、あ、美味しいステーキ食ってるわっていう感覚にして、で、視覚的にはもうその網膜透過ディスプレイにして、匂いも出すってなると、多分人間ってもう理解、それが VR であるってわからないと思うんですよね。解像度が高ければ。っていうようになると、本物を食べるのか、映し出されたものを食べるのかっていう違和感ほぼないと思うんですよ。食感は大事。なんかその怖いっていうのがあるんですけど、アダルトビデオみたいなのって、その目の前にある画面に対して性欲を感じてるわけじゃないですか。でも目の前にあるのは画面であって、その液晶である単なるそのプラスチックの板に、その液晶と呼ばれる液体があって、それに電極がついていて、チカチカ光がついてるだけで、そこに異性はいないし、人間はいないんですよ。でも、そこに人間がいて異性がいると思い込んで、で、そこで性欲を感じているわけじゃないですか。だからそのアイドルが好きって言ってる人も、本当にあなたが見てるのは映像です。そこに人間はいません。でもそこに出てる映像を見て、なんかこのアイドル好きとか、このタレント好きとか、この人イケメンとか、なんかっていう風に感じるわけじゃないですか。なのでその映像を見て、そこにその実体があると思い込むっていうのは、割と皆さんもうすでにやってるんですよ。たまたまバレてないだけで、ひょっとして存在しない人がその画面の奥にはいるかもしれないわけじゃないですか。フォレスト・ガンプっていう映画があったんですけど、昔はCG ってあたかもその CG でございっていう存在しないものを描くっていうのやったんですよね。ターミネーターみたいな。とかそのフォレスト・ガンプっていう映画で超普通のもので、普通に人間がやればいいんじゃねっていうのを CG で描くっていうのをやったので、どこが CG なのか、どこが本物の人間か分かんないっていうのが、まあ映画でうまくヒットしたんですけど、なので今そのタレントさんだと思って見てる人とか、YouTuber だと思って見てる人っていうのは、実は存在しないかもしれないですよ。なので、ひょっとして皆さんが見てる VTuber は存在しないかもしれませんよっていうね。はい。こんにちは、Japan。I hope you enjoyed the experience of seeing the first Matrix film back on the big screen. And please, don't forget our new film, The Matrix Resurrections, is coming out on December 17th. Today is when it all begins. My dear friends in Japan, watch your country turn green. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to The Matrix. Welcome back to the real world. 真実の先を知りたくないか?世界はまだマトリックスに支配されているのか、ネオは救世主ではないのか。I'm done fighting. マトリックスレザレクションズ。